いやあ、せつのけいすけだよ。今回は白庭の歌やっていきたいと思います。そうじゃ、前回のパートはえらいことになってますよ。このロードボタンを押したらどんな光景が広がると思いますか？うわお前回のパート見てくださった人にはわかると思うけど、こんな光景エロいな。でもね、女装なんですよ、男なんですよ。残念ですね。さて、前回のあらすじから始めます。前回はまあ球技大会前日、伊月がね、球技大会の設営に協力してたら豪華弁当がもらえると思って張り切って設営に協力しました。しかし伊月は怒りました。カンピョン負けたからです。もう女装でいいから付き合って殴る。ダメだよ、ロウスケは小鳥ちゃんとの相思相愛だと思うんで。あ、小鳥ちゃんはどうかは知らんけどな、まあ、とにかくそのせいでイズイズ姉さんはね、イズイズ怒り姉さんになってしまったけんな。よし、行こう、うまいこと言えんけん、行こう。ちょっと待てや、なんだこれは。待てやって言葉をロウスケが言うとは思わんかったな。ロウスケ待てやって言うな。待てや待てや。何って何が？なんで僕はこんな格好をさせられてんだよ。なぜか？そんなの簡単だろう。はい、小鳥さん。夏行きの号令で小鳥が手に持っていた布をバッと広げる。チーム男の子。お前夏行き、お前見た目が女の子だからってさ、俺のことを女の子よりにするんじゃねえよ。お前男の子ってうまくねえんだよ。お前そんなん見て楽しい、見て嬉しがるやつなんかいねえんだよ。あ、俺は視聴者さん嬉しがるわ。そうだにゃー。何お前顔赤くしてんだよ。お前こっち見てんじゃねえよ。お前さ、確かに見た目は女の子やけどさ、服装は男の子でも通用するようなやつだよ。お前クソ野郎、聞いてねえよ。ぷぐ、よく似合ってるやよ、りょうすけ。くくく。貴様は、笑ってんじゃねえぞ、この。ぷんぷん丸いずき。なずゆきと並んでも遜色ない完成度だ。お前、気を持つなよ。俺にそういう行為という気を持つなよ。やめろよ。私もいいと思う。いやー、小鳥ちゃんに丸を言われた。僕もお嫁に行けない。行っちゃダメだけどね。で、なんでこんな格好なんだよ。なあ、水着はさすがにアウトかなって思ってよ。お前の頭の中がアウトだよ。当たり前だよ。とはいえ、せっかく出るなら目立たなきゃ損だろ。その結果がこれ。僕を巻き込まないでくれ。なずき、これをなんて言うか知ってる？悪目立ちって言うんだよ。あ、もう着替えちゃったんだし、早く行こうぜ。いやだよ、着替える。何言ってんの、今更おじけづくな。男でしょ。今は女の子扱いされてるんですけどね。そう言って伊月が片腕を掴んでくる。男だから嫌だって言ってんだよ。まあまあいいじゃないか、早く行こう。お前ちょっとありだと思ってるだろ。ありだと思ってんじゃねえぞ。お前ぶち殺すぞ。友達だからって言ってぶち殺すぞ。残った腕を歩が掴んできた。ちょ、歩まで。そのまま逃げることもできずに、僕は会場まで運ばれることになった。ああ、どうすけ、チーンって感じです。おりょー、やっぱり変態ですか？こんな声だったっけ？女装姿の僕を見て、開口一番にひよこがそう口にした。まあそう思われても仕方ないけど、俺のせいじゃねえんだよ。俺が好きで来てんじゃねえよ。ひよこちゃん、それをちゃんと頭に入れておいてくれ。この島の人は変な人ばっかりですからね。もしようとは思ってたんですが。待って、聞いて、僕の意思じゃないから、本当に。話しかけてください。変態が映ります。めちゃくちゃ拒絶されてる。俺のせいじゃないのに。人を病原体みたいに
それより、コナミと森崎は飲み物買いに行ってるですよ。まあ、ひよこは空気読める人間ですからね、取り切りにしてやりました。空気読んどるっていうか、食い読まされとるって感じがするよ。多分ここで間に入ったら森崎に何されるかわからんからな。多分さ、呪いまーすとか言うてさ、あの藁人形に釘刺されてさ、え、痛いですってなるんだろ。コラミの身が心配ではあるが、まあこれだけ人が多ければ襲われることもないだろう。襲われたら襲われたで傍観人が出てきそうやな。怖いね。わっ、ロウスケさんたらこんな小さい子までたぶらかして。お前どこまで俺を変態扱いすれば気が済むんじゃ、この家プンプンいずきまる。痛いで済まなさそうやもん。確かに痛いで済まなさそうやもんな。もうなんか向こうの世界を見てしまうよ。向こうの世界をね、見ちゃあかんような向こうの世界を見ちゃいしてしまうよ。中学1年生じゃよりあかんやつ、なおあかんやつを見てしまう。知り合いか、涼介。ああ、ひよこはと、次の週間だった。え、どうした、ひよこちゃん。ひよこが急に顔色を変え、まるで逃げるように後ろに飛んだ。これの理由、俺ちょっと予想できるんですけど、多分さ、エンター押したらあいつが出てくると思うよな。視聴者さんもちょっと、勘のいい人は分かるんじゃないかな、誰が来たか。誰を見たか。せーの、大野さんじゃなかった、あ？お前、ちょっとさ、俺がせーのでさ、大野さんって言うて、大野さんがバーンって出てくるところや。何お前、いつ邪魔したんだ、お前。今のはなし、今のは。なしね。今のなしね。え？何？多分この次かな、この次かな。おの空気読んで、なんかゲーム空気読んでくれん、空気読んでくれないかな。険しい顔で日月が見つめる先、そこには、あ、この次や、この次がだな。うん、せーの、大野さん。あれ、うん、うん、なあ、ちょっとゲームさん、空気読んでくれへんかな。あれ、え、大野さんが出てきて、え、なんでお前おるみたいな感じになるんかなと思ったら、なんで小鳥ちゃん、今更小鳥ちゃん、小鳥の姿があった。え、今更小鳥ちゃんに対してそんな、なんか警戒心抱くことあるかね。あ、そっか、敵対してるんだこの二人は。そうやけどさ、もうそんなことどうでもよくなるくらいこの状況がカオスだったやん。もうそんなことどうでもいいやん。もうこの際さ、敵っても分かっとるわ。敵ってこと知っとってきたんやけん、まあその辺はどうでもいいやろうなって思っとったもん。今更やん、もう。どうしたの。しかし小鳥の方は普段と変わらない顔つきで、不思議そうにひよこを見つめているだけだ。もしかして小鳥ちゃんはひよこのこと知らんのかな。ひよこちゃんは小鳥のことを知っとってもみたいな、そんな感じなのかな。その顔、やっぱり本当だったんですね。記憶のことも忘れちゃったんですね。あ、そうか、記憶喪失って言ったもん。初歩的な、初歩的な知識やん、これ。箱庭の歌の初歩的な知識なのに忘れとったわ。そうじゃそうじゃ、小鳥ちゃん、あの、記憶喪失だったわ。だいぶ前の話やな、これ。その言葉に、小鳥は首をかしげる。知り合い？小鳥さんの親戚って聞いてるぜ。え？まあ、小鳥ちゃん曲喪失だけど、その辺は知らんでしょうがないってところかな。そうなの。多分小鳥ちゃんは曲喪失してから一回もひよこに当てないと見た。小鳥の質問に一瞬悲しげな顔を見せるひよこ。あ、私のこと忘れちゃったのみたいな、友達みたいな顔しとんでないか。え、敵よな。なん、もう一回聞くけど、敵よな。あんなことがあったのに、あんなに仲良かったのに、みたいな顔してる。お前ら本当は仲良しだろ。しかし、次の週間、ひよこは顔を上げ。まあ、何かをしたように見えた。え、何？今の何？その行為に、小鳥の表情が変わる。あなた、まさか。え？ふん、忘れたままでも、それでも結構。どうせひよこは小鳥の敵な、どうしてなんですから。それじゃあひよこ失礼します。そう言ってひよこは人混みの中に歩いて行ってしまう。え、小鳥ちゃん、何今の、今ので思い出すって何なん。え、ひよこちゃんのあだ名ってさあフラッシュのひよこみたいな、さ、そういう意味があるん、裏の世界でのフラッシュのひよこ。
暗い中での戦闘を得意とする。光を相手にぶつけて相手を目くらましすることに長けているフラッシュひよこ。かっこ悪なんかかっこ悪。小鳥ちゃんは呆然。小鳥、どうかした？え？ううん、なんでもない。先行のひよこでもいいな。フラッシュひよこじゃなくて先行のひよこでもいいな、それ。そう？で、結局誰よ、今の子は。とりあえずこの場は小鳥の親戚ということでごまかすしかなかった。そうやな。それよりは早く試合始まらんのかな、これ。お、来た。では、今から、チームオレンジと、チーム男の子の試合を開始します。対戦相手の名前、地味。チームオレンジってさ、オレンジの服着たらそれで終わりやん。それに比べて、チーム男の子のさ、目立ちっぷり。もう悪目立ちっぷりよ。素晴らしいぐらいの段差があります。このさ、対戦同士の2チームでさ。これでビーチバレーなんやけどさ、チームオレンジかわいそうやな。あの、観戦の人のさ、視線が全部チーム男の子に行くんやけどさ、かわいそうに。会場が湧く、そりゃそうだろ。さあ、1試合目パッと済ませちゃおうぜ。これは秋葉原並みの、ちょっと、海岸やけど秋葉原みたいな感覚になるんだろうな、雰囲気が。恥ずかしすぎる。ということで、1試合目が開始となったのだが、相手は女子小学生3人の可愛らしいチーム。ん？そういや、金は取ったんやけど、これって、球技大会って言うけど、なんとか部門とかあるんかな？あの、小学生部門とか中学生部門とか社会人部門とかあるんかな？これミックスなんかな？だとしたら、なんかあれやな。正直、水分補給します。正直、あの、辛いような小学生3人とか女子小学生3人相手に戦いよ、ね、お前凌介と夏雪のことやけんさ、特に夏雪のことやけんさ、もう手抜かずにポンポン行くんだろうな。試合は15点待ちで細かいルールは心配次第ということになったということらしい。それでさ、あの何やったっけ、大野さんとクリスのチームがさ、あのさ、コナミちゃんら3人のと当たってみーだ。もう大人げなさすぎるわだ。もう大野さんのことやけんさ、スマッシュバンバン決めてしまってさ、相手が子供でも関係なくさ、決めてしまいそうやもんな。カオスや。この球技大会のルールがもうカオスや。ふっ、お子ちゃま軍団かっかじわしやるぜ。やっぱり大人げない夏雪。夏雪は子供が相手だろうと一戦手加減などしない。ということで、15対1でチーム男の子の勝ち。チームオレンジの女の子3人組、うん、1点でも取ったことを祝福をさ、俺はよくやったって言ってあげるわ。うん、かわいそうに。チームオレンジの夏がこれで終わりました。よっしゃー、余裕シャキシャキだぜ。多分夏雪のことだから右腕1本でも勝てそう。中学生のくせに大人投げない。その通りだ。言ってろ言ってろ。視聴者のみんな、夏雪に対して夏雪のことを、夏雪が大人げないと思ったやつは言ってやれ。夏雪大人げないぞ、大人げないぞ。女の子に見て男の子だぞ。若干可愛いって視聴者いますよ。せつな圭介の実況動画見てください。よし、ヤジは OK じゃ。男のくせに女の格好して変態。よ、凌介言われてますぜ。ふん、負けチームの額に裏に用意だって何度も終われようだ、チービー。めぇ。でも凌介の方は違った。さすがに小学生の女の子相手だったせいか、夏雪も厳しいスパイクはせず、割と良心的なプレーだった。それでも夏雪の運動神経だからな。これでも夏雪が可愛いっていう人はいるみたいです。夏雪可愛いってそうです。夏雪が大人げなくても可愛いのはだったらよしとする。それがまあこういう世の中のかもしれません。とはいえ結果だけ見れば大人げないことこの上ないわけで、とりあえず1試合目が無事に終わり、次の試合まで自由時間になる。適当に海岸を歩き回っていると、お、
マリンちゃんじゃないか。どうした？なんか浮かない顔してるぞ。はは、わかった。コナミちゃんか、避けられてるな。それもコナミちゃんが半径5メートルにマリンちゃんを捕捉したらどんどん離れていってしまうようなごとく。あ、めっちゃ近くところいるじゃん。どうしたコナミちゃん。コナミちゃんも浮かない顔しちゃって、ん、焦った様子でキロキロしている森崎とコナミを見つけた。あ、もしかしてヒヨコと合流できてない？なんだか、なんか慌ててるみたいだけど、どうした？え？振り向いた森崎は僕の方を数秒見つめた後、愛坂先輩、なんですかその格好は。やっぱそこ突っ込んでくるよね。まあそうだよね、と大きな声を上げた。おう、じゃあどんな声だった？おう、料理じゃったか、女の子かと思ったの。ああそうだった。いやー、これには深い事情が。愛坂先輩の変態趣味なんてどうでもいいです。くそ、夏雪、後で殴ったるからな。それよりひよこちゃんがいないんです。もうすぐ試合なのに。あ、あとったわ。ひよこちゃんと合流できてないんじゃ。どっかおったような、さっきってなるような。これ待ってるって言ったのに、どこ行ったってんだ、行っちゃうんじゃろうな。あ、さっき小鳥を退治した後、どっか歩いて行っちゃったんだ。このままじゃ不正敗になっちゃいます。一緒に探してください。そう、それはいいけど、なんでそんなに必死なの。当たり前でしょ、私は今日絶対に勝たないといけないんです。そう、そっか。ということで手分けして探すことになったのだが、どこ行ったんだあいつ。会場を探し回ってもなかなか見つけ出すことができなかった。ひよこちゃん、トイレかな。トイレにこもってんのかな。ああ、心配だな。ひよこちゃんってあんな感じも実は小学生だからな。心配だな。誘拐とかないかな。しばらく一人で歩いていると、コナミが会場から出ていく姿を目にする。ん、その様子が気になったので追うことにした。どうした？あ、めっちゃ遠いとこも来とんでないが。コナミさんどうしたん？すぐにコナミに追いつく。コナミは一点を見つめて立ち止まっていた。どうした？コナミちゃん。え、コナミちゃん？コナミちゃんらしくないな、これ。コナミ？あ、料理。一旦こっちに振り返った後、コナミはまた元の位置に顔をゆっくりと戻した。あ、その視線の先に、木の幹に背もたれして座っているひよこの姿がある。何お前こんなところおるんじゃ。森崎に怒られるぞお前。この後森崎に会ったらどうなってるか分かってんのよね、みたいな、そんな感じでさ、すごい目で見られるぞお前。大丈夫か。あいつこんなところに。浮かない顔つきだった。ピョーちゃんは私とどこか似てるとこがあるかもしれんの。え、コラメが急にそんなことを言い出す。料理は寂しいと思うことある？寂しい？どうかな、あんまり思わないかも。まあ料理はいつも台風の中心にいるような人じゃからな。そうだよ、そのせいで今こんな格好してんですよ。今こんなとこで歩いてたら写メ撮られて SNS とかで Twitter とかで広められるわ。可愛い男の子発見、わらわらみたいな感じになってる。今わら Twitter 見てみ。あ、やってるよ。忙しすぎて、あ、忙しすぎて寂しいと思うことはないかもしれんの。私はよく寂しいと思うのじゃよ。みんなといるといっぱい楽しくて、いっぱいウキウキして、だからみんなと一緒じゃない時間にはよく寂しくなるものじゃ。それは僕らの知らないコナミの顔だった。もしかしたらコナミは1年の教室で毎日こういう顔をしているのかもしれない。だとしたら、来年僕たちが卒業した後、クナミはずっとこんな顔なのままなんじゃないだろうか。あ、りょうすけ、それ大丈夫大丈夫。夏月留年するって。うん、単位足らんと思う、あいつ。そう思うと、やっぱり今のままでいけないと思った。きっとクナミもそれについて、いろいろと考えているはずだ。ピョーちゃんの顔は、多分寂しいっていう顔じゃ。大勢人がいるのに自分は一人ぼっちって、そう思ってる顔じゃ。そ
その言葉はコナミ自身の説明をしているようにさえ感じる。コナミはどうしたいって思ってるの？え？寂しいんでしょ？声をかけて欲しいんじゃないの？少しの間黙ってひよこを見つめて続けたコナミは、私は怖いだけじゃ。そうつぶやいた。何に？声をかけて欲しいのかもしれん。でも知らない場所に行くのはやっぱり怖いんだよ。臆病じゃからの。ぼっちの私の心にしみるわ。いや、あまり気にしないでくださいね。ぼっちっていうのはたくさんいますよ。なんでポッチってたくさんおるんだろうな。もうたくさんありすぎてさ、ポテトチップみたいな、ポッチチップみたいな感じで、一つ一つ、一枚一枚はポッチなのかもしれませんよ。ポテチだって哲学。寂しげな顔で力なく笑う。僕はどうすればいいのかわからなかった。すると、あ、こんなところにいた。お、マリンちゃん、3人が合流したね。もう探したんだからね。ひひよこちゃんめちゃくちゃ森崎に対しては敏感やな。声聞いただけでヒーってなってる。遠くの方から森崎が現れる。そしてひよこの方に近づいていった。どうしてさっきの場所で待ってないの？試合始まっちゃうでしょ。それはあのですね、その言い訳はいいの。ほらさっさと行くわよ。そう言って森崎は強引にひよこの手を取る。あのひよこちゃんは大事なチームメイトなんだから、いなくなられたら困るの。お、青春だ。なんかすごい青春を見てる気がするぞ。中学1年生の女の子3人の夏の、二度とない夏の青春を。でもそんなのひよこじゃなくなっていいじゃないですか。うん、コラメさんと一緒にいられればマリンさんはいいんでしょ。だったらひよこじゃなくてもいいじゃないですか。どこか投げやりな態度のひよこ、森崎はわずかの間じっと見つめていた。何？拗ねているの？拗ねてなくないです。あのね、何があったのか知らないし、嫌なことがあったのかもしれないけど、こんなところで一人小さくなったって何もいいことはないわよ。一人で悩んで解決することがあるかもしれない。でも誰かに相談した方が絶対早くていい答えが導き出されるわ。そんなことを言われても。何よ。ひよこにはそんな話ができる人なんていません。友達だっていないですし。森崎は黙ったままだ。ただひよこの顔を見つめている。そんな森崎を見てひよこがまた口を開いた。ひよこは、しかしそんなひよこの言葉はすぐに遮られる。わっ、森崎が強引にひよこを引っ張って歩き出したからだ。ちょっとだったら私にも話しなさいよ。え、なんなら友達だってあげてもいいわ。そのひよこちゃんもコナミさんもよくわかんない。なんであんな難しい顔をする必要があるの。私はよくわからないから、もう一つだけ。友達がいなくて寂しいなら私がなってあげるし、そうじゃないならとりあえず球技大会が終わってから悩んで。以上、終わり。マリンちゃんなりの優しさってやつを見てしまった。みんな、マリンちゃんは優等生なんです。前回あんな顔で襲いかかったけど、それでイメージはちょっと崩れたけど、こんな子なんですマリンちゃん。いい話だ。その話を聞いてひよこは笑顔を取り戻す。マリンさん、ああでも勘違いしないでね。私にだって誰彼構わず友達って言ってもらってるわけじゃないから。ひよこちゃんみたいな子ほっとけないし、それに結構好きなタイプだから友達になってもいいって言ってるんだからね。好きですか。違うわよ、そういう意味じゃないってば。勘違いされてる。
マリンちゃん過去のことがあるから勘違いされてるよ。コナミちゃんに対してすごい好意を持ってるからね。え、女の子だったら何でもいいんじゃないかって思えてるよ。若干いい話なのに、いい話なのに、ここそういう意味では好きなのはコナミさんだけだし。ふー、何よその顔は。ふふ、いえ、ありがとうございます。マリンさん、ひよこ、ちょっと元気出ました。あら、そう、それならもうそれでいいわ。ほら、さっさと会場戻るわよ。はい。これを見たコナミちゃんもちょっとは何か感じるものがあったんじゃないかな。一連の流れでコナミをずっと黙って見つめていた。あ、愛坂 先輩に、コナミさん、ここにいたんですか。ちょうどいい、ひよこちゃんを捕まえたので会場に戻りましょう。うん。コナミが森崎とひよこのやりとりの中で何か感じたかはわからない。でも、うん、そう頷いたコナミは僕の知っている映画のコナミだった。青春っていいなって思う習慣でした。ちょっと待って、せっかくいい話だったのになんでこんな BGM になるかね。なんでこんな BGM になるかね。ちょっとゲームの方、ちょっと雰囲気台無しなんですけど、せっかくいい話で終わったじゃないですか。なんでこんなちょっと逆チックな BGM になるかね。ひよこを見つめたので会場まで戻ってくると、うおーバーン、わあ、これは代々伝わるしクイズホームランって技じゃないか。シャー、ナイスクリスチャン。大野クリスピアが勝ち上がっていた。めっちゃやってるやん、めっちゃ燃えてるやん。クリスさん、あんなに嫌がったのにめっちゃ燃えてるやん。てかめっちゃお前ら仲いいな。あんな仲の悪い犬猿の仲なんか嘘かのようです。って俺は何をやってるんだ。めっちゃこっちが聞きたいわ、お前。そこの人、コードを荒らさないでね。あ、すいません。プップー、送られてやんなー。てめえ。はぁ、あ、小田のくせに挟みちゃって、みっともない。おい、ひよこ、てめえは黙ってろ。なに、この怖い人、知り合い？一応、ありです。あ、そうだったんですね。どうも、こんにちは。おう、ひよこちゃんって外国人なの？いえ、ひよこは日本人ですよ。クイズは半分外人ですけど。外人というか外人やけどね。ふーん、そうなのね。二人がそんな会話を続けていると大野さんが意気揚々と歩み寄ってくる。あ、大野さんが出てきてしまった。そして僕に向かって指を突き出した。ロースケよ、俺たちが勝ち進んだ。その意味をきちんと理解しているか。え、どういうことですか。ふふ、つまりお前たちの次の対戦相手は俺たちっていうことさ。あ、そうなんですね。興味なさそうです。あ、時間がやばいわ。というわけで今回はこの辺でキャスの方は終わります。そしてキャスの方は終わって、俺はちょっとゆっくりセーブをします。中途半端なとこで終わってすみません。というわけで次の対戦を置いていきなり王のクリスピアなんやな。マジか。てかさ、クリスさん、お前どういう気持ちでこのコート立ったんや。さっきっていうか前回のパートであんなに嫌がったのにめちゃくちゃハッスしとってさ、君のことはちょっと呆れてるよ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。